春日市は福岡県中西部の区市地域に位置する市である。春日市中心部周辺の空中写真。2007年9月20日撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。福岡市の南東に隣接しており、福岡都市圏の一角をなしている。地域から 福岡市の中心市街地までは 10km 程度の距離であり、福岡市の発展に伴い、ベッドタウンとして都市化が進んだ。人口は2015年国勢調査時点で、福岡市、北九州市、久留米市、飯塚市、大牟田市に次県内6位であり、10万人を超えている。早くから民間へのアウトソーシング等の行政改革が進んでおり、人口1000人あたりの職員数は、 全国の市町村の中で最も少ない、地域の一角を牛首側の流れが貫いている。なお、戦中に、急に本軍の施設が設置されていたこともあり、戦後すぐには、在日米軍基地も設置され、現在でも自衛隊の施設が多い。春日村、春日町発足時点で豪王技があったが、1950年代以降、順次町名設置が行われた。町の大半では、 地番整理を実施しているが、近隣する福岡市や大野城市等とは異なり、住居表示は実施されておらず、地番のみの表記であり、外区符号は存在しない。そのため、町町数が多くなる傾向にある。外区表示板は設置されているが、外区符号を持たないため、かすが市町 X 町目とだけ表記し、括弧に町 X 町目100などという表示板を設置している。 弥生時代中期には、奈国の中心部が、春日市内にあったと言われ、市北部のすぐ地区では奈国にまつわるとされる遺跡が、数多く発見されている。また、市西部では、古墳時代の遺跡も発掘された。市の名称は、市内にある、春日神社に由来する。春日神社は、奈良時代、藤原氏の手により奈良の春、日大明神を迎え入れ創建されたと言われている。 春日の地名は古くは、霞どころと書き、春日が霞むという枕言葉から、春日が、春日と読まれるようになったと言われる。隣接する大野城市と共に市町村政治市以来一度も合併を経験していない。春日警察署近年人口の増加が著しかったが、2010年の国勢調査では、前回より1604人減少と人口減少に転じた。しかし、 その後は、増加傾向にある。大学、短期大学高等学校、中学校、小学校、福岡都市高速道路が、市北部を通るが、インターチェンジはない。一般国道主要地方の春日公園と、お宮の同市教育委員会が周遊コースとして、春日公園と、お宮の道を提唱している。含まれる事物は以下。名国クロマンとなぎの道、春日公園と、お宮の道に、 同じく、市教育委員会が提唱する周遊コースである、弥生時代の遺跡を中心とする、その度、藍塚古墳文化財、ありがとうございます。